綺麗。センスゴルフグリップ、重りが3種類あって、利き手のここら辺に重りをセットします。はい、フェイス面が向いてるところが分かりやすい。このグリップだけでこのパターの重心とかね、感覚を変えられる、すごいおすすめ。センスグリップス .jp 皆さんチェックしてみてください。はい、練習場密着って形で、うんうん、まあ、ちょっと練習しながら、はい、まあ、アイアンとドライバーでちょっと聞きたいことがあるんで、うんうんうん、はい、アイアンからいつもの練習をお願いします。わ、はい、かりました、よろしくお願いします。すごい風が今日強い。今日強いですよね。巻いてます。すごい。なんかいや、左から右の横風とアゲンストがちょっと来てます。台風前。そう。台風。台風前だから。今何番で打ってるんですか。今は9番ヤンで打ってます。ある程度体動かしたら今度狙い撃ちで。狙い撃ち。やって。まあ、9番何ヤードぐらい。9番は130ヤードですね。夏場は結構140とかですけど、そんな、はい、そんなにアイアンは精度が大事なんで、うん、飛ばそうと思えば飛ばせるけど、まあ130です、ね、うん、そのぐらいです。130キャリー。すごい流される。確かに頂点からスーってこう風強い。ちょっこれぐらい捕まえて打ってちょうどまっすぐ。確かにちょっと風とそうぶつける感じだよね。ちょっとドローでかけてるけど、ね、風はこうだから、うん、風の練習だ今日は。ちょっと捕まえすぎた、うん、でも120の看板こうやってやっぱ本当130ぐらいですか。そうですね、うん、そう今日聞きたかったのは、はい、アイアン適正な距離っていうか、はい、こう結構まあドライバーも飛距離ですけど、うん、アイアン飛ばない人とかもいると思うんですよ、はいはいはい、なんかもっと飛ぶんじゃないかなとか。なんかそのドライバーってリノちゃんってどのくらいで思ってます、平均飛距離。どれぐらいなんだろう。どうですかね。だいたい9番アイアンのかける2って2倍って言われますよ。そう、まあそれ言おうと思ったんですけど言おうと。だから260とか270ぐらいで。そうですね、260なんですけど、でもそんなには飛ばないんですけど。あ、まあ倍よりちょっと落ちるかぐらい、うん、ちょっと落ちちゃうかな、まあ、平均でね、うん、ただそうですよね。そうだからなんかそのドライバーに対してドライバー飛ぶけどなんかアイアン飛ばないなっていう人とか、逆にこう、ね、はい、9番アイアンが飛ぶようになれば、うんうんうん、ドライバーもっと飛ぶかもしれないじゃないですか、うん、確かに可能性あるじゃないですか、はい、そもそもそのアイアンはどうやって適正に飛ばすのかっていうのをちょっと知りたかったんです。多分アイアン飛ばない人っていうのは適正に当たればこのロフト通り行けば適正なんですよ。だからしっかりアイアンの時インパクトでハンドファーストでこう当てなきゃいけないのに、うん、飛ばない人って多分手がフリップしちゃってこうロフトが逆に自分でつけちゃって、このはい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 、あ、なるほど。だからここが適正なのに
こうなっちゃってるからその分上に上がっちゃう力があるんで、前に行く力がないから、球が高いのはいいことだけど、ヘッドスピードが高くてちゃんと適正に当たって球が高いのと違って、これで球が高いのは距離がロスしちゃうんで、だから飛ばないのかなと思うんですよね。だからしっかりと適正距離を出すためには、インパクトの時に正しくハンドファーストで当てるってことが大事で、そのハンドファーストが無理やりこうやって作るハンドファーストだと手元が浮いちゃってるから、さっきのクロスハンド のアプローチの練習につながってくるんですけど、ここで手元が浮いた無理やり作ったハンドファーストだと逆にスライスとかしちゃって飛ばないんで、ちゃんと手元浮かないでしっかりと元の位置に戻して沈み込んで、こうしっかりハンドファーストになったのが、これが適正の角度になってくるので、アイアンの適正距離を出すためにはインパクトでしっかりとハンドファーストで当てること、これが大事になってきますね。はい。どう当てるんですか。はい、まあ私は練習としてはこのスプリットハンドで、まあちょっと間空けるじゃないですか、グリップ見えますかね。スプリットハンドで持ってこうすることによって、その状態を保ったまま当てるっていう、そしたらハンドファーストで保つことができるんで、この練習をすると、まあ、どんな人でもハンドファーストで当てる感覚がつかめる、そしてこの感覚つかんで普通に打った時も同じ感覚で打てるように練習すれば、適正な角度で当たるようになってくるんで、このグリップ、スプリットハンドのグリップしてると、こう手フリップした瞬間にダフるのすぐ分かるんで。ああ、なるほど。じゃあそれでちゃんと当たるのがハンドファーストできてるみたいな、そうです、指標になるってことですね。そうですね、これでちゃんとまっすぐこのスプリットハンドのグリップしてまっすぐ当てる練習ドリル、まあ、最初は軽くでいいんで、これでちゃんとまっすぐいけばちゃんと当たってる。これも難しいです。これが、まあ、失敗例でいくと、ちょっと右手こうフリップしちゃうと絶対にこうダフるんで、全然うまくいかないんです、フリップすると。だからもうこう猫パンチみたいにならないように、このままこの角度を保ったままこのグリップでしっかりとまっすぐ飛ばす練習すれば、普通に戻した時も今と同じ感覚でハンドファーストで当たる。だからフルスイングの時でもこれと同じ感覚を、普通に振り幅が大きくなってもやっていけばハンドファーストに当たるんで、まあ、これが適正に当てるための練習にはなるんで、ですね、意識してもできない人はこういう練習をしていくしかないのかなっていう。わかりやすい。はい。それで当たればハンドファーストだよっていうのが一番、そうですね、結果もう球で見えてるんで。そうそう、なんか練習だと基本一人じゃないですか、そうですね、一般の方って、だから見てくれる人いないんで、はい、本当にハンドファーストの球なんか分かんないじゃないですか。そうですよね、正解、はい、でもそれで当たるのがハンドファースト。そうそうそう、なんかもう一人で練習する人にとってはボールが先生なんで、ボールがもう答えを導いてくれる、もうダフったらボールが変な球出たら、ああ失敗だし、まっすぐちゃんといい球出たら、あ今の感覚は合ってるんだって、だからボールが先生なんですよ。なるほどね。はい、だからまあ動画撮ったりとかいうのももちろん大事だし、自分の感覚で何が正しいのかっていうのが分かるためにも、こういうドリルとかって本当おすすめです。ぐ分かるんで、目に見えて。やばいっすね。ドリル50銭とか作った方がいいっすよ。やりましょうか、ドリル。練習ドリル、こういう人にはこのドリルおすすめみたいな。すげえ。はい、結構ドリルは大事だと思います。アメリカでなんか練習してた時とかも、アメリカのコーチは結構ドリル大事にしてて、いろんなドリルを教えてもらって、まあ、今回その適正に当てるためにはみたいなの、これ大事ですけど、はい、ありがとうございます。はい、でまあ、それでちゃん適正なハンドファーストで当たればロフトもちゃんと適正で当たってるんで、そうそうそう、しっかり距離がアイアンでもしっかり、出せます、上がりすぎないで、そう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 、もちろんちゃんと適正に上がるって感じで、低すぎず上がりすぎずちゃんと適正の角度で当たるんで、球もちょうどいい高さでしっかりピタッと止まるはずに、はい、多分球がフリップしてる人はロフト自分でこうつけちゃってるんで、上がっちゃって上に行っちゃって飛ばない、
だからちょっとドライバー飛ぶけどなんかアイアンを持ってる飛ばないなって人は一回ちょっとそれ、うん、これをやってもらっていいですかね。それやった方がいいですね。まあ普通にハンドファースでちゃんとフェース面スクエアで当たってれば右にも左にも行かないし、どっか手でやっぱどうしてもこの辺とか当てる瞬間にこうフリップしちゃってると左に前引っ掛けたりとか、ちょっとこれだとまずいと思って手元浮いちゃったりとかっていうミスが出るんで、どっちにしても飛ばない飛ぶとかいう問題じゃなくて、もう右にも左にも行かない球を練習するのにもこれは有効なんで、まあもちろん飛ぶようにもなるし曲がらなくもなってくるんで一石二鳥かなって思います。最高です。はい、ありがとうございます。ぜひやってみてください。おすすめです。